俳優なら負けてられない人気ボードゲームベストアクト体験レビュー。はい、やってこう。やってこう。これはだってもう本業に繋がっていきますから。そうだね。このゲームに必要なのはズバリ演技力。まずはお題の一言を決定します。ということでテーマどうしますか？いろいろあるの分かりやすいでしょ。笑み、バーカ、寝顔、ダメ、ブー、笑い声、好きとありますけれども、ちょっと分かりやすいのはこっち行く。まあ1個目笑い声。笑い声笑いですからね。笑い声ね。テーマは笑い声です。笑い声。ビリーどうする？だからそれがあればさ、あれでしょ、ちゃんとやるでしょ。ビリー、あ、じゃあ分かった。親子丼だけマジで自腹。あ、そう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 。いつも恒例の親子丼が美味しいね。まあこの時に結構ね親子丼食べるんだよ。で、まずそれで1枚引いてもらって、それぞれ配られたカードのアルファベットをチェック。このアルファベットが自分の演じるシチュエーションになります。これ難しい。最初はグーじゃんけん。最初はじゃあいくよ。おほいや、これ鈍い位置だな。難しい。でもそうや。順番にお題の演技をしていきます。他のプレイヤーはどの演技をしたのか推理し投票。今回は皆さんも一緒にお考えください。いやー、でもこっちだと思うんだよな。はい、じゃあ次ですけど、こっち。俺本気でいくよ。ちょっと待ってね。F かな。いや、声に出すなよ。でもこれ意外と難しい。ちょっと似たようなのがあるじゃないですか。それが難しい。いきます。はい。ああ、もうすぐ終わった。そっちか、そっちか。これ意外と分かりやすいから全員正解な可能性あるな。そうだね、全員。いや、でも俺。よし。で、これで答え合わせする。答え合わせだね。まず全プレイヤーの演技が終了したら正解発表。おほほほほほほ。一緒に出すの。せーの。D。嘘やん。分かれたもん。ほら分かった。でも正解は B。よしよし、来た。よし。おばあちゃんじゃん。正解すると1点。演技したプレイヤーは正解の数だけ得点がもらえます。そして一番得点の高かったプレイヤーが優勝です。じゃあ健介。俺僕は E。 正解は E です。はい、ありがとうございます。これみんなワンポイントね。ワンポイントね。じゃあ僕のこれゆうたろ多分いけてると思うんだよね。ゆうたろ正解だから。せーの、 H。 正解は H。 よっしゃ。あ、これ楽しいかも。これいけるな。声なしの意味でいいんじゃない？あ、そうやんな。表情だけってこと。表情オンリーエミ。表情オンリーエミ。はい。じゃあ逆回しでいこう、順番。次僕からってこと？うん。声なしの意味でお願いします。これ難しい。いや、どっち？せやな、どっちになるな。でもなんか、うん。もう。いや、こっちか。いや、でもこれ鈍いち。これ鈍いちゃな。じゃあこれからね。エミ。ちょっと難しいね。ごめんごめんごめん。ただただ気色悪い。ごめんごめんごめん。もうかけるわ。お前はこれをやりたかったよなっていう。そうだ、その気持ちも。気持ちも。健介君だったらこうやれたらなんだ。そうそうそう。気持ちも君とってね。よいしょ。いくよ。うわ、これも難しいぞ。でもこれはもういろいろ考えて。いろいろ考えて。いや、でも俺こっちだと思うんだよな。いろいろ考えたら分かるはず。あっちだったらもっとああすると思うんだよな。じゃあ結果発表、ゆうたろうからまず俺らせーのドン。C。 いや俺ね C か E だったんだよ。いやそうだね。いきます。 C です。おーし、きた。みんなじゃあ俺から。はい、これ僕は D。 あ、いいですね。 D ですよ、これは。じゃあ取りここなんですよ。せーの。あ、ほら分かれた。いくよ。G。だって仏様は歯出さないなと思って僕。ラスト。いやラスト。次ラストやろ。次ラスト。これ楽しい。これちょっといい戦いになってきた。いや次じゃあ好きだ。行ってみる。ああこれも好きむずいわ。テーマの。でもこんだけやってるから。一番芝居力が試される。じゃあ健介からいくと。俺から。やってやって。いろいろあるよやり方。好き。もう一回。うん。好き。もう。キモい。これめっちゃむずいわ。でもなんか2個目で。健介ってことを考えたらこっちなんかなっていうやつやな。じゃあはい次。私行こうか。え近な。で。これはわかるけど、気持ち的にあっちにしたいんだよね。分かったんだけど。はい。どんな好きだ。お前人に好きって言ったことある？ないよ。ママ。3、2、1。好き。さあ考えろ。いやでも俺はねこれだと思うんだよね今のは。いやこれでいこう。じゃあこれもうこれで1ラウンド終了ですからこれ逆にもう1個やったらいろんな好き出るんじゃん。いいこれで終わらせる。結構多分はい俺からか。3、2、1。好き。ごめんちょっとずっと腹立ってる。本当にキモい。もうこっちは書いてあかんな。そうこれはな。じゃあもうこれしかない。じゃあそうだよ。そっち使ってるってことはもうこっち使えないみたいな。はい。あれ？あそうや。そういうことで。あちょっと待って。手持ちないな。さっきのが間違ってたのかもしれないし今のが違うのかもしれないし。はい次。好き。うわはおいどこだよはって絶対もこれや。じゃあラスト言うたろう。これ結構最後荒れる気がする。荒れるな。3、2、1と好き。こっちであってほしいな。いやでもこっちだよな。これ2周目おもろいな。2周目がオッケー。じゃあ1個ずつ答えをさせてもらいますか。ナンバーワン健介君俺らがせーの G。 うわ B。 俺これ待って好き。1個目は G です。よっそマジかよ。やったここで同点だ。これは同点です。よしでかかったな。じゃあ次トルピカ。そういい正解はいいです。よしこれはね。でもみんな同点だからこっからだよ。僕どうぞ C。 あ好き C。 よしおなんかいい戦いになってきた。よしでもここでだってあなた間違えてるってことはせやねん。ああそっか上手取られてんねん。じゃあ僕次俺が何のこっち。え？ちょっともう G 出てるもん。ちゃうねんな。3、2、1。好き。ごめん。B。え？もう一回やって。そうもう一回。じゃあ覚えてないよ。もう一回やって。好き。俺さだからさ俺それが逆だった。間違えたかもしれんっつって。そこや。かよ。いやこれはもう。次は鳥ちゃんの A。はい、正解です。これ最後ですよ、このゆうたろう。俺こっちだ。俺これ結構でかいぞ。せーの。F。好き。F。うそや。H か。お前 H か。H か。そうや。迷ったんだよな。同点やん。迷ったんよ。いやそのゆうたろうが。気持ち悪い限界なのかなと思ったの。キモいからこっちに望みかけたよな。そう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 。まあ結果同点ということで、親子丼は偉い人にごちそうさまでした。やったー。これはもう勝負でこうなってしまったから、すいません。なんかチャンネル登録&シェアよろしくお願いします。保冷剤カイロさん、舞台でいただいた手紙はちゃんと読ませてもらってますよ。僕は元気のない時にまとめて読ませてもらってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。